えー、コインマジックをです、ね、今日はしようと思ってたくさんのコインをこのテーブル上に用意しました。 コインというのはあのすごく素朴な素材なのであの実は見ている人たちのイマジネーションにできるだけ打ってかけるようにすることでマジックとして成立すると僕は思っているんですまあハーフダラーもあればワンダラーもあればジャンボコインこういうものもありますけれどもあ僕はねあのたった1枚のハーフダラーでどのぐらいのことができるのかということを考えていますアイディアとしてはですねまず最初にこのコインを、えー、どのタイミングで本当にこう消すのかというのが、えー、大切で興味があるところなんですであの、まあ、例えばこれだけコインがありますから今のようにねこう あの実際にね握ってこのコインが消える瞬間があると思うんですけれども例えば人って動くものを目で追いますよねそれを利用したらどうなるか例えばちょっと変わった動きをすれば当然あの興味を持ちますね早く動かしますもっと早く動かすとほら一瞬でこう飛んだように見えますでもこういう動きをすると見えてないコインが今見えたと思うわけですね。 それがあの面白いポイントなんですだから例えばこの状態でこうコインを消してやるというふうに言った時に人は消えると思う場合もあれば隠すと思う場合もあるんですけれども大事なのは皆さんが見ている時にどこにコインがあるかを僕はまあ力ずくでその負わせるんですねだからそのコインがないと気づいた時に初めてあのコインが消えたというふうに皆さん驚いてくださるわけです、まあ、ちょっと説明が難しいんですけどじゃちょっと一回リラックスしてくださいちょっと聞きましょうかえー、っと人というのは例えば動くものを追います興味があるものに集中しますそして集中したにはにリラックスします こここのタイミングをうままく利用すす。るととんなことができます普通に弾くだけだと興味は持ちませんがこの状態でコインをキャッチしてあげれば「おっ!」と思いますよねそうするにもう一回やりましょうこうするとパッてると速い動きが今見えたような気がしますけどなんかほっとした瞬間に僕は仕掛けるわけですこうするとコインが消えたと思う人隠してると思う人実際にそれが想像した場所にないと気付くと 皆さんマジック感じるわけですね。まあ、実際にはあのどこかに上手に隠してるわけなんですけども、ただあの最後これを擦ってあげると皆さんの想像を超えて形が変わります。少し大きくなったな。そしてこうすると長くなったな。とそして意外なエンディングがここで起これた。 いうことで素朴なコインねそれから素朴なスプーンという素材を使ってマジック皆さんにお届けしました、えー、ちょっと分かりづらいなと思ったかもしれませんけれどもちゃんと解説の部分特にこのスプーンの部分を解説したいと思ってますのでそちらの解説は雑誌の方をご覧くださいということで、えー、どうもありがとうございました